3時遅い時間帯に失礼いたします。さあ、いよいよ J リーグ開幕まで残り2日、コアロン東京、本日はキャリアモード新シーズンに挑戦していきたいと思います。コアロン東京、コアロン東京。皆さん、しんちゃんと思いますか？よしと、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 あいまっぱ。松尾幸太郎さん、こんばんは。松尾幸太郎、幸太郎、ネット幸さん、こんばんは。青若太郎さん、こんばんは。ジュヒロさん、浅太郎さん、マッキーさん、電脳仮面ライダーさん、田中健太さん、皆さん、夜更かししてますね。こんばんはです。本日も12時、てっぺんを回る頃まで、コアロンのライブ放送を始めていきたいと思います。しゃべる娘さん、こんばんは。あ、週休どこかよ、奥さん、こんばんは。金コメ高橋さん、わこつ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 。あ、ゆるかさん、こんばんは。小原さん、こんばんは。皆さん、こんばんは。今回ですね、コアロンのキャリアモードということで、新しくコアロン選手を作ってみました。皆さん、どうですか？この細身、そして色白。髪ちょっとこんな短くないですけど、本当は。あ、しめな感じです、普段は。元12年間、あ、カモンさん、こんばんは。明日、広島に向けて出発します。これはもう広島、あれ、広島は開幕戦、どこだっけ？あれ、フロンターレだっけ？違うよね。広島開幕戦、どこだっけ？どこですか？広島出発されて、もうコアロンも、あさってはもう朝早く、鹿島スタジアムに向けて出発したいと思います。あ、大久保嘉人のしんちゃんともう一度復習しておきましょう。2つありますよ。まず1つ、よしって思うのあれです。パーフェクトヒューマンです。よしと、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 I'm a longest human。 よしと、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 よしと。これが一つ目です。そしてもう一つはですね、TOKIO、 もともと FC 東京のちゃんと TOKIO の大久保嘉人バージョンです。よしと、大久保嘉人の踊りだ。よしと、やつらのゴールにぶちかませ。よしと、でんてんてんて、よしとが空を飛ぶ。鹿島の帰りは渋滞だから気をつけろと。分かりました、もちろんです。安全運転でいきます。東京、東京、一番、一番、春一番、東京、一番。あ、なるほど。あさって新潟と広島開幕戦ということですね。もう新潟はやっぱり FC 東京サポートしては三浦文武さんが新しい監督になってますので非常に楽しみです。そして、あ、忘れてました。高木陽次郎の応援歌は、これはもう FC ソウル時代と一緒です。高木陽次郎だったララララララ、高木陽次郎ララ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 、高木陽次郎。ポンピはですね、今動画の編集中です。次の動画、大体いつ頃出る予定ですか？次の動画の方は。明日出ます。で、馬面試合の方も明日ということで、馬面鹿島の方と試合をしてきました。果たして結果の方どうなったのか、明日の動画をお楽しみにしてください。カモン東京、カモン東京、カモン東京。こんばんは、母さん、こんばんは。それでは、さすが永井健介のちゃんとはパリララ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 
ンス。いや、馬空ビデオさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。見よう、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 見よう。明日の本当動画めちゃくちゃ楽しみです、馬空さん。これちょっと、ダメですよ、この馬空さん。ネタバレとか本当やめてくださいよ、結果とか。果たしてどうだろうか、ゴジラとの試合どうだったのか。トン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 、気高にと、明日発表ですんで、馬空ビデオとの試合、お楽しみにしてください。鹿島との予想試合でございます。いや、フロンターレ、ちょっとじゃあフロンターレのちょっと引き分けについてちょっと一言だけお願いします。ちょっとサポーターに向けて。リーグで開幕戦にはもう切り替えて。いやー。ハセガワタツヤを熱い気持ちたぎらせろ。だプレイしますよ。ボンズが市原にレナチー、レナチーノって市原来たの？エレナチーニだったの？フロンターレにいた？エレ、ジェフに行ったんだ。ちょ、馬面さん、こら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 、ちょっとその、ネタバレチックのやめてください、本当に。
お願いしますよ。まだ結果どうなったか分かんないね、ほんと。ダメよ。コハロアセガバアリアザツール。コハロンの顔の長さ、31。東京、ドロピー、ドロピー、ドロピー、死ぬないで。ウェイカー、どうですか。そして、新しく始めました、このコハロンのキャリア。坊主、色白、この体格。さあ、どうでしょうか。そうですね、ひろたチャンネルさんおっしゃる通り、今年だいたい、ACL といえばイメージとしては、日本のチームって初戦とかってだいたい負けてるようなイメージあるんですけど、今回フロンタル以外は全チーム勝ってますから、日本のチーム今年はだいぶ決勝トーナメント行くチーム増えてくるかもしれないです。 ACL 日本のチーム優勝してほしいです。カモン東京、カモン東京、カモン東京。For you, for you, for you. 小林、小林、ララ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 、ゲットゴール、小林、ララララ。いや、その開幕戦がですね、残念ながらちょっと広島の方で、親友のちょっと結婚式の方がございまして。ちょっと本当に残念ですが、ホーム開幕戦の参戦できません。ちょっと広島の結婚式、広島に行って結婚式の余興をしっかり盛り上げていきたいと思います。ちょっと一部お見せしたいと思います。〇〇さん、そして〇〇さん、この度は結婚おめでとうございます。〇〇さんと〇〇さんの未来、〇〇さんと〇〇さんの1年後、いや〇〇さんの明日が晴れますように。 Oh baby, no baby, I not sure show of night 嘆く all the free 世の中のせいにする。今日の夜ご飯はですね、松屋いただきました。この冬野菜炒め定食めちゃくちゃうまかった。皆さんも市民で食べてみてください。ちなみに、海外サッカーお宅さん、コハロンの結婚予定の方はございません。全身タイツの人とはちょっと将来を考えられないと、そういった一言をいただいております。金込めたから、いや、よくやりますよ。コハロンは結構ですね、結婚式よくやること多いです。司会やったりとかよくやったりしますよ。皆さんも結婚の際、コハロンに結婚式を盛り上げてほしい。コハロンが結婚式にいてほしい、いや、もはやコハロンと結婚したい、そんな人はこちらまでコメントをよろしくお願いいたします。トトママさん、トトママ2さん、明日誕生日おめでとうございます。男の慰め合いしておりました、代々木公園でしておりました。よ、ピカ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 チュー、毎週見ていて10万、毎週見ていて週刊ポルノ、前らにかますで10万ボルト、イエイイエイイエイ、よしと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 、馬面ビデオさん、そのままその言葉をお返しさせていただきます。馬丸さんと頑張ってください。東京、とことん、いや、とことん出てません。カモン東京、カモン、女性視聴者 99%、 どうもコロンチャンネルでございます。じゃあそろそろ始めたいと思います。じゃあこのコアロン選手を使って、果たしてどんなプレーを見せるのか注目でございます。じゃあ試合の OK ですね、開始して、はい、返します。カモン東京、カモン東京、コハロ東京、勝利をつかめ、それが定めだ、コハロ東京。チャンネル登録、ダン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 、チャンネル登録。コハロンとしてプレーでいいですね、いきます。河村正幸、ジョスル、ジョスル。いや、結婚式、これはですね、コハロンの大学時代の友達ですね。ポンピーたちと大学違うので、コハロンだけちょっと出席します。東京、岡崎さん無視してないよ。ゲットゴール、ゲットゴール、岡崎ゲットゴール、スタートしますよ。ディフェンスで決めてくれ、決めろ、スパイクダサいからという声も出てます。やばいやばい、ミスミスした、矢印がすごい上に出てる。いや、ちょっとその大学名とちょっとそっちの辺で、東京と、いやいやいや、個人情報飛び交っちゃってるの、ちょっとまずいんで最近。コアロンとポンピーはコロンの方がいいです。なわけ、東京、いや、元カノの結婚式はおかしいでしょ、さすがに。
いやまずいまずいまずい、電脳仮面ライダーさん、パッタッ、じゃあいきますよ、プレイ、OK、東京、東京、東京、岡崎さんありがとうございます。じゃあ東京対レッツぜひ楽しみにしてください。いや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 、個人情報誰流しは勘弁なんだ本当に。いきます。いや柴崎選手ちょっと心配ですね。なかなかこう新しい環境にやっぱ適応できてないという報道も出てますが、やっぱりまあ小春もそうでしたけれどもね、こう中学校そして大学とか、まあ、小学校もそうですね、まあ、いろんなこう新しい環境に飛び込むときまずいパス要求嘘でしょありますから、やっぱり、まあ、時間かかるかもしれないですけど、やっぱり自分のペースでマイペースで頑張ってほしいですね。いや金子さん試合始まってから帰る本当おかしいんで、ドロピーさん明日受験頑張ってください。花粉症きついね、こうマスク風邪対策しっかりしてくださいね。金子め、ウェイクアップ、ウェイクアップ、ウェイ。東京都民です。東京都民です。ちょっと守備行ってくれないと、これ。ゲットゴール、ゲットゴール、コハロン、ゲッタカ、萩ヨジロー、ララ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 、高萩、あ、ちょっと違う違う違う、見せ見せ。うわ、マジ評価で下がってるよ。ララララ、あ、柴崎は、半年契約なんで、ちょっとちょっとちょっとコメント集中。ララ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 高萩よじろかも東京かも東京かも。新加入の選手がついに出場を果たします。いいよ、渡して福西さん。移籍後で獲得したフォワードの選手ですね。違う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 、まずまずまず、チームの期待も大きいはずです。 OK OK、見事なパス出たよ。期待に応えたいですね。これ外走ってる、外走ってる、出して出して、いやいや、それはまずいパスじゃないのか。一回、おそう、ちょっと強いけど、いいよいいよ、流してきてる、シュート、カモン東京、カモン東京、カモン東京、女よりも受験よりもコハロントントントン、あれあれ俺絶対勝つよ、東京東京東京、ちゃんと発表会行ってきましたよ。シュート落ちた、阿部見せた見せた、鋭い読みでカット。で身長これ190センチがあるってことだよ。ハイボールハイボール、ターメンハイボール、出して出して、東京の攻撃です。いやきついきついきつい、どうだ、おい、おととママさんおめでとうございます。川崎ルアンダさん浪人やっぱ大変だと思いますけれども、一歩一歩頑張っていきましょう。住所特定はちょっと本当 NG の方でお願いします。コハロンダンマグハイネーハイネー、愛してる東京ララララララ、愛してる東京ララ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 、愛してる東京ララ、チャンスチャンスチャンス、どちらが取るでしょうか。ボールを運びゴールに襲いかかります。いやちょっとかぶってるかぶってるかぶってる、オッケー、やべシュートまで、いやいやまずいってもヘモ出てるよ。コハロン東京、アマさん、あ、足、いいビルドアップでしたが、え、相手に渡ってしまいました。あ、25なんだ。開幕戦と被ってます。頑張ってください。効率にします。ちょっと本当にもうね、この時期だと周り受験終わってちょっともうオフ期間に入ったりとか、ちょっとね皆さん大変だと思うんですけれども、今からオンライン対策カシマしか使わないとダメです。オンラインをどんだけやっぱりトレーニングしても本当明日の動画楽しみです。絶対点取ります。いやいや、カモン東京カモン東京、岡崎さんそれいいことですよ。なら臭くない、あの音だけです。回数はやばい、非常に動画的に美味しいおならです。パス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 、出して出して、いやまずいパス要求か、これもろもろもろりさん初コメントありがとうございます。これからよろしくろんです。熱い気持ちたぎらせて、ここ落ち着いて、落ち着いていい、そう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 いうパス受け出していいんじゃない。一回戻して、そうスペース作っていくこと、橋本健人、そうね、ここだ、あっきついね、米本拓司、いい形でゴール前まで勝負勝負、ひどい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 、おおおおおおお
ウマヅラさん出てました、オーディション出てましたね、おお東京ターミネーター出てました、コハロンゴールが見たい見たい見たい、コハロン、いやセレッソ楽しみです。僕もやっぱモニワ選手とか FC と水沼選手、そして囲い選手、やっぱり FC 東京に行かれる選手が非常に多いので、本当にセレッソさんとの楽しみです。清武もいますしよ、出してそうで、ここクロスクロス守って、オフサイドに警戒すべきだ。カモ東京カモ東京カモ東京、岐阜のスタグルの大黒柱の飛騨牛しか50円アップ50円アップ、それはちょっとびっくりしたな。50アップですよ、痛いです。50円はもう絶対上位狙いましょう。今年は優勝です、優勝。やっぱり各いろんな記者さんのね、あの J リーグの順位予想も出てますけれども、タクタクさんありがとうございます。FC と結構上位来てますから、もうそしたらおいおいおい林、あ、いや山田、秋元ちょっと使われちゃって嫌だから、さすがだぜ、ちゃんとだ。じゃあちょっとそれだけお願いします。ちょっと編集中だと思うんですけど、いや編集、いやしながらなんですけど、その達也の、さすが達也、ちゃんとだけちょっとお願いします。いやいやいや、そんな声で本当にサポーターなのかよ。開幕戦は、もちろんゴール選びますよ。やばい、止めた、ボールが転がる、生でいきますよ。 OK、 いやちょっと厳しい厳しい、ファールでちょっと怪我したんじゃん、これちょっとまず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 、秋元俺たちは首都東京行かせて世界が待っている。いや難しいよ、まずパス多いね、俺守備陣 L ね。キムジョンウォン、キムジョンウォン、キムジョンウォン、ラララララ。カシスタグルメ、やっぱもつ煮が有名ですけど、ちょっと今回カシマサッカースタジアム初めて行くんです。カシマサッカースタジアム行ったことある方、魅力、ここがいいよというの、スタジアムグルメぜひ教えてください。よろしくお願いします。ちょっと、守備かまってよ。前線張ってるよ、こっち。バーモバーモ東京。いやいや、ファールないでしょ。バーモバーモ東京、バーモバーモ、あ、ホームとアウェーだとグルメやっぱ違うんですね。そうなんですか、松尾さんお願いします。松尾プチゴールを決めろ。やっぱもつ煮ですね、もつ煮食べてみたい。もつ煮にビール最高です。カモ東京カモ東京、長いなこれ、ダメよ。吉メーター継承しました、ありがとうございます。ちょっと FC 東京独自作ってらっしゃるだけ、皆さん開幕戦の初ゴール予想しましたか、あの365日 FC 東京のコロンは森重にいりました。森重初ゴール間違いないぞ。今年大型ビジョン新設らしいです、鹿島サッカースタジアム楽しみです。いや森脇選手誘ってんじゃん、すぐ誘うのやめて、ほんと森脇夏だ夏だ、とんがろうとんがろう、あ、雨、I don't need、 あ、no no 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 no、 Hello English、 I can speak English a little bit、 東京鹿島サッカースタジアム向かいますが、ここはあのシュートゼロ、いやいや、もう頬がこけちゃってるんですね、これガスメーター継続ですよ。今年注目レフリーはメタボタニさんです。もちろん茨城のいいとこ、早い、うまい、近い、本当に最高。カスレーザタル、ブパパ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 、カモン東京、後半に期待です。衰退行く予定です。得点ばかりがアタッカーの仕事ではない、アタッキングサードでボールをキープすることも大事だ、改善してくれ、来ています、コメントが。改善しましょう。お前元気、お前選手は大好きです。お前元気、ただ大宮にこう行くっていうことを決断した理由っていうのはちょっと気になりますね。海外サッカーたくさん、あの正々堂々といい試合期待しましょう。やっぱり開幕戦 NHK でも中継があるので、本当にこの開幕戦の中で最も注目度が高い、そんな試合と言っても過言じゃないんじゃないでしょうか。ボロ押し、ボロ押しね、行け、ボロ当てて、いや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 、毒針カシスタまずいんで、さすがにマレーシアスタジアムじゃないです、本当に。早い、うまい、
ても取れる大型ディフェンス徳永、おー徳永、いやーちょっと今のはあれ、あ札幌も行きたい、ちょっと今検討中で札幌全員行きたい、コアロの第二の故郷、おじいちゃんおばあちゃんが住んでます、夏だな、いや小中高の時は何だったかな、確かテレビ局で働くのは確か夢だったと思いますね、今のテレビ、今テレビ出るのが夢です、頑張りましょう、カモ東京カモ東京、オッケー、そうもう一個ワンツワンツ、あーダメだ、おっさい、渡して渡して、いやー切り返しが悪いって、タイツの中はヒートで来てます、カモ東京カモ東京カモ、オッケー出して出して出して、そう監督から何か指示を受けていますね、いやシュートまでシュートまで、ナックスタジアム、ナックファイブはもうものすごい見やすいです、やっぱりね、なんていうのこの席がこう斜め上にこうどんどんすり鉢型にすり上がっていく形だったので初めて行ったんですけども、すごい見やすかったです、また今年も行きたいの、スコア予想いきます、2対1 FC 東京、FC 東京ゴールは大久保ブレ、大久保よしと、そして森重で、鹿島アントラーズは遠藤かな、で2対1で FC 東京勝利です、武藤、武藤選手復帰してほしい気持ちはありますけれども、今ドイツで頑張ってますんで、もう海外で活躍してもっともっと大きくなってきてから帰ってほしいです、頑張れよっち、よれ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 よっちよっち、オレ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 よっちよっち、で二階席もだいぶ迫力ありますから、ピッチのぞ、いやいやいや変わるんじゃないよね、だおー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 たこすけてんてけ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 て、こちらからの2番手前の関西テンプル、神奈川県警横浜本部赤レンガ倉庫付近に丸ボイボルキープスになるだけ、ダメよこの一点、ダメよ、愛してシュート打て、今北産業さんありがとうございます、ラララララ森谷さんありがとうございます、ラジェルト東京、いやちょっとパス悪いでしょ、ラララララ今日は12時頃まで開催予定です、明日エルト東京ラララ、まずいオッケー、危ない危ない、キャーキャーと、いやいやいや、そのそれはまずいんだよ、神奈川県警の朝早い、いいかいいか、神奈川県警の丸津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 丸ボンピの秘密1個教えてっていう幸太郎さんからも来てるんで、ちょっとお願いします、いや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 、カモ東京カモ東京カモ東京、エジニオ骨折痛い、あ、あれ本当に痛い、エジニオ骨折は、ボールパーソンからボールが、トトママさん、ゴールキックからのリスタート、まもなくお誕生日でございます、いや前田選手やっぱ寂しいですけれども、そこはやっぱりチームとしては競争力が上がって、フォワードの全体、チーム全体のレベルが上がっていくというところがやっぱり理想的な部分なんで、リーグ優勝を取るためにはチーム内の競争というのは絶対不可欠です、さらにチーム全体の底上げしていく、トゥルル正面からトゥルルホールまで、マルソマルヒがこう、トゥルルトゥルル、まるで警察官を嘲笑ういかのトゥルルコ、お宅のところのピー君が、逮捕状出てるから、ピー君いるかな、あ、ちょっとパス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 、オッケー、いいね、パスだ、こっちこっちこっち、そう、東京の攻撃です、あ、違う、慎重に攻撃、なんかフラッでかいのちょうだい、いや、カモ東京コハロンゴールを、熱い気持ちたぎらせ、いいんじゃない、いいパスよ、コハロンゴー、オッケー、いやあ、しゃあ、来た来た、一発で決めてしまったスーパーミドルシュート、イエーイ、ジャスティン、コハロン東京、いや素晴らしいシュート、コハロン東京、コハロン東京、いやもうここしかないというところにぶち込んだ、これが見れるズルズルだもん、コハロンです、いやーコハロンさんのゴール本当に素晴らしいです、本日は職権戦のスーパーゴール、東京東京、本日は職権戦のスーパーゴール、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、なんとこのスーパーゴール、よろしく、せーの、スリーツーワンの、よっしゃい、素晴らしいゴール決まりました、
完璧でしょ今のは。さすがに。いや初めて決めたかもしれない。カモン東京、カモン東京、カモン。いやいや。うまいんごね、ありがとうんごね。学生さんやってませんよ。ビタミン剤毎日飲んでます。肌荒れが気になるコロンです。おう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 コハロン、おうおうコハロンが勝ったらポンピースピリタスと、いや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 、評価点もうなぎ登りです。素晴らしいね。コハロン東京ラララララ、戦えコハロン、俺たちが東京。あーパス悪い。今評価点、評価点気にして常に。まだこれそうか、プレシーズンマッチですよ。そう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 、だから選手いっぱい変わりますよ。ここで選手交代があるようです。そう、オッケー。ここでの動きをどう見ますか。やばい、少し相手にペースを握られつつあるという判断でしょう。いや、まずいパス勇気だ今のは。ちょっと浮き球でよかった。もう一回落として、ひとまず混乱を収めます。愛してる東京ラララララララ、愛してる東京ラララララララ、愛してる東京。いやーもったいない取られ方。やっぱりやりすぎですよね。デスクさんこんばんは、いつもコメントありがとうございます。エスエスパロコ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 、皆様一緒にロコ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 、オレイオレイオレイ、清水エスパス、おおおお、入社、紫の入社、頑張ってくださいよ。おー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 、あーもったいね、今トラップしちゃった。ロロロロ、眠らない街も間もなくです。セルジーホラーリーラララララララ、カモ東京カモ東京カモ東京。ちょっとちょっとちょっと集中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 、守備守備、オッケーオッケー。おい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 、ちょっと守備頼むって、ゆっくりガチガチガチ、オッケーオッケー、落ち着いて落ち着いて、守備落ち着いて守備落ち着いて、オッケー。まだあれ出てないよ、セルフジャッジやめて。メタボタンにあるシュート怖い、ウェリントンウェリントン、まずいって。もう出して出して、いい出して、こっちそう使っていい。いやちょっと俺がバスターバスゴロまずかった。オッケー、来た来た来た、頼む頼むよ。いやそのシュートはやっぱ持ちすぎたよ。おいおいおい、いや持ちすぎてちょっとはしょったなこれ。長さと激、長さと激、パン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 、マリマトゥキンコブさん、ごめんなさい今の外しちゃって本当にすいません。君とドハロン東京ゴール、東京東京、眠らない街、青と赤の俺らの誇り、おお東京東京、眠らない街、青と赤の俺らの誇り、おおおコハロン、はい、よっしゃコハロンの貴重な貴重な一手で勝利です。眠らない街、青と赤の、コハ中止元気にしてますよ。俺らの先日も代々木公園で失礼してまいりました。詳しくは動画の方をご覧ください。俺らの向こうダッダッダン、シュート2本のうち1点、やっぱり89分消えていても残り1分で仕事をすることをコハロンです。畑野選手も身長がでかい、もう一度本当生でお会いしたんですけれども、100多分コハロンと本当身長同じぐらいあります。12時頃までやります。J2 はちょっと今年本当わからない。名古屋もいるでしょう。で京都も大型補強してます。トゥーリも入ってきて、でもちろん湘南もいる。で松本、千葉、ここら辺本当どこが昇格するかこう全くわかんないです。まあ小柄的には多分予想としては湘南
のは上がってきそうだね。で名古屋さんもしかしたら意外と苦戦するかも。湘南、松本、京都かな、この3チームで名古屋プレーオフとかでもしか上がってくるのかちょっとわからないです。カモン東京、カモン東京、カモン東京、松本山が、ダン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 、松本山が、岐阜も頑張ってほしいですね。野沢選手が言ってますんで、岐阜も頑張ってほしいです。町田、ゼルビア、青黒、大阪、青黒、大阪、見せろゴール、貫けよ、大阪スタイル、てててて、あ、そう、ジェフもいますから、羽生先輩もいますよ、ジェフは。いや、湘南さんはやっぱりね、まあ、正直、J1、J2 の行き来というのを繰り返してますけど、やっぱり、で選手もね、あんだけ三沢選手が抜け、菊池選手で、この前は秋元選手も戻っていきましたけど、長木選手も抜けと、あれだけ選手入れ替わって J1、J2 でこういう、まあ、降格昇格を繰り返してる、ずっとやってるサッカーがぶれないというのは本当に素晴らしいと思います。また来年も上がってくるんじゃないでしょうか。大阪の街の誇、やべ、こんちゃんと忘れちゃった。ねれれてれれてれれ。君の名ですよ、それ。森を目指して走る。スペシャルワン、今野矢月。おせれそう、大阪。今年の MVP は、大田康介。絶対大田康介の加入によって、もうセットプレーからのチャンス。いや、ゴールが増えることは間違いない。おー、みんなの人気者、トシボン9273、こんばんは。927ってもしかして誕生日かな。コハロの誕生日と近いですね。コハロ東京。じゃ次のポンピーシー調子の吉田選手はっていう質問来てます。うーん、いや昔は米本だったんですけど、米本ナビスコで決めてますから、決勝のフロンタル戦で。あ、ションナイ TV 見てないですね。ちょっと見たいですね。中島翔です。コハロン東京ナンバーワン、コハロン東京ナンバーワン。今年の吉田君怖いですよ。じゃあもう一試合ですか、これは。次ラストいきます。時間も来たんでラストしていきますよ。次もう1点いって、ポドルスキー一応で来るって言われてますね。契約期間終了後6月頃、イエス、ステンペ、あ、天皇杯 J2 対決懐かしいですね。見に行ってました、あの試合。天皇杯優勝、 J2 同士ね、京都との試合、あれは本当に、あれ久保君が決めたし、あ、久保ですね、朝日育ちだからです。大阪の街でレレ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 レ。お、プレシーズンマッチかな、違う、これ ACL かな。いや ACL だね。アルバティン戦いきます。こちら最後の試合になります。頼むよ、ホーム、頼むよ、ホーム。ヒデドログバ、豊グバ来てほしいです。豊グバ、オネフスコロン東京の予想順位は1しかないでしょ。ララ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 ラ、1億円、1億、そうか、吉田選手、もともとヴィッセルですから、ララ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 ラ、1億円、1億円、タラーン、テッテデレン、ツッテン、ツッ、早速試合行ってみましょう。コアロン東京、コアロン選手、大事な2試合目になります。チャンピオンズトロフィー、ユキヨ、キュー、ドライ、アフカさん、こんばんは。コアロン、もう、トゥトゥルトゥダレレレル、一戦のレイザービームレ。コハロンは自分からチャンスを探しに行きますか、探さない、待つの。東京。まずは FC 東京の、ちょっと荒れてる試合が、パトリックス、こちらが今日のスターティングライン。あ、パトリックね、はい。ガンバ好きだった、あれだわ、マグノアベス、あとあれも好きだった、あ、そうアラウジョ、あの時優勝したでしょ、私フロンターレに勝って優勝したんじゃなかったかな。 J 夏だ夏だ、飲んだろう、
どんがフロンターレの一押し選手は誰かな。いやでもさあ、スタジアムのテンションが上やっがりぱまレす。ナトがね怖かったんですよね、昔は。あと箕輪選手とかも良かったですね。で、サハラ選手、シュート権来ましたけど、いっぱいいますね、フロンターレの怖い選手は。面白いそボしールが出て、いやた。ね、やっぱり一番は、一番怖かったっていうのも、一押しが大怖かった、位変！置取りを確認でもうずっと勝来てちるまな、す。評価で下がりまくってるぞ。いや、もう下がりすぎ下でがりすすぎ、ね。下がりすぎか。パスパス、いけたし、オッケー。コオッラケー、いドけだ。た。チョンテセ選手が本当やっぱ昔すごいやられたイメージありますね、特に東京の試合で。チョンテセ選手、一押しです。今年もエスパルス上がっていますが、対戦するの怖いですね。テーセー、ゲットゴール、テーセー。川野選手、去年本当キレキレのゴール、危険いな位ろい置ろでありましす。たからね、緊張感今が年増もしてき本ま当期待す。です。でも本当決にスめタメにンが来わまからす。ない、サイ今ド度はコ特ースがに。変わる。川野選手、永井選手、ここも中ボール島翔也が選手いますここかから。打つ。絶好のチャンスおー、を川野潰してしひろまいました。き、こ川れ野はひ悔ろしそう。き、これいや、はやった7-0とのいう試合はちょっ仕と草も本当出返 NG しでますお願いよしまね。す。NG です。いや、私ブチ切れたいね。やいやいや、ブチ切れてないんで、2階席からブチ切れいたや、もんだ、ね。子供がビビってたんで、そこは。目の前の。いや、吉本選手、僕も大好きです。背番号4番ですよ。今年から高橋英斗選手から丸山4番を雄受け一。継いだ吉本選手、ぜひスタメンの座を奪い取ってほしい。そう、いいね、今、いいパスよ。くさびくさびでしっかり受けられる。あー、まずいパコスラ要ド求じゃだ。ない、ちょっと今のは。大丈夫、見事なパスになってる。いや、ちょっとまずい、まずい。前線、永前線、井前俊線。介。コハロン、東京、4コ年ぶハりでロしょう。ン、東京、おいおい、ボール見がこせぼれろ、た。ゴール、どちらが勝つんでし貫ょうか。けよ。コハロン、東京。カモン東京、カモン東京、カモン東京。かわさ、清水のデジッチ見てないですね。ごめんなさい。ウロン、そうです。広瀬陸君は、あとね、本当に直接会ったの練習場の握手でも爽やか顔が、本当同じ人間なのかって思うぐらいも顔も爽やかだし、もう精悍だし、ボールを期待で運びす。ゴールに襲いかかります。林選手、大久保拓夫選手、そしボてールの広動末き選が手、畑野激しい。選手、本当キーパーみんな期待ですね。一番すげえるのははい。コラド夫人。一番すげえるのボールをカッ一番、ト。ポジション取りがうまかったです結ね。構、いやー、一番好きなユニフォン、あれディ何フェン年スかの網な。にかかる。ボールポを取ポられまで、した。ACL のユニフォームがいいですね。ポポで ACL 出たとき、あれ何年あかっと、な、こぼれ準た。決、いやいや、決勝トーナメント1回戦負けた、あれ何年のユニフォームでしたっけ、あの時の襟がついてる ACL ユニフォーム、あ怒れ涛のかっこ攻よくて撃好きでですす。ね。カモン東梶京、山カ雄モン平。東京、カモン東京、起きて、キンコメ、高橋、起きコラて、ド夫。絶対ゴール取るよ。あ、そこへ出た、ダウン。ボールを回して味フ方のロン上がりを待ターちレまで見す。て、ジャモリック出したらクロスダウンを出なんしでた。すけど、今年はちょっと見ましいね。やー、ちょっと、いこれやー、も飛び元込んの位置ね。でした。あ、そう、2012年、あの時の ACL のがいいです。マリノス、確かにかっこいいですね、毎年。ガンバも結構、今年のイフもかっこいいと思うんだけどな。ガンバ、ガンバ、大阪、ガンバ、バン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 。ヴェルディの時の復帰は確かにトラウマですね。でももう長友とこのバチバチやり合った試合覚えてますね。日本無理、J リーグ無理、J リーグ無理。サイドへのパス。ガンバ、ガンバ、大阪、ガンバ、ドパスがよく走っています。シュートに行けるゥンド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 ゥン。おー、いか。や、ボールに寄せたの嫌いはじゃディないフでェす。ンむスしでろ好した。きです。やっぱりもうサポーターの方々も優しい方多いんで、もうたまはクラシコとしてお互い J リーグを盛り上げていきハッましキーで止ょう。めました。スローインです。ガンバって大変だったよ。米本拓二。今度ですね、やっぱり今度。かんな、かんな、離れブー、走か破。んな、かんな。コラド夫。カジはやっぱよかった。いやー、いける FC そ東れ。京が攻める。なんか出せるかクロな。ス来た。いやー、パス要求悪かったか、ちょっと。コハロー、東京。今回、その復帰選手もね、コラド OK。夫。いやー、ちょっとパルス悪フかっォーたになかっな、今た。ちょっと。いけいけどこよ、に振り大ます。阪、半端な相手だった、あいつ、後ろ向きにトラップするも、いい大阪、形半でボ端、ール前まで持ってきました。ルカ福井君はルどうしカます。ゴー、ルカゴゴール前ー、ルまカ、では行くのですが、そうここです、でボールがこん止ちまっゃんてのしいまじいります。ブーイングはちょっとありましたね、残り5分での逆転、これ54ですか、もしかして。かわさ、いや、フロンターレ、やっぱちゃんと永が井熱圭いで介。すね。オフライドですね。
来ましたよ。蹴り蹴り、いや、さあスタジアムのテンションが、シュートまで、いやー、ボール失ったロストダメよ。福西今度この肘位置ダメでしょ、さすがに。あれはもっと FC 東京なのに。 OK、 そう、いいや、一回出してよかった。なんかボールを回してチャンスを伺います。いやー、バレバレね、バレよかった。あれバレ、今あれこう戻んなかったっけ、まだいない、今年はもういないのかな。リュータ起きろ、リョキロ起きろ、リュータ起きろ。かぶってるかぶってるかぶってる、ポジショニングが。ここでためを作ります。カモンドおーおーゲットゴールおーおーおー、いやーまずいまずいまずい。コハロウッド、なんか開けてくる。いやーおっさんかー。そうだ、2008年東京に勝って残留したの。これも柱谷先生がこれの時ですよ。これ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 、ジェフもうなない、負けてなくなら勝って泣こうっていう、あのね、もうスーパーサッカーの実況がもうなんかもう焼き、あの動画めちゃくちゃ見ましたね。確か新井選手、長友が決めたのかな。 FC 東京リードしてたはずなんですよ。今野と長友のゴールかな、じゃあ PK かな。で確か矢沢決めたんですよね。俺たちジェフ We buy on We buy on、 僕は国安だけには負けられない。俺たちの地球、矢沢矢沢矢沢は決めてくれ、矢沢乗ってくれ。2007年はなんだ、54の時かな。2007年って何の時でした？あれ2006か。タワークラシック5対4は。いや、激アツでしょ、それは。そうだ、あの時も本当残留が危なかったんです。あ、岡太郎さん、こんばんは。カボレ長友、あれ、2007年って どんなシーズンでしたっけ？あれ、誰で監督の時だ ?2007。いやいやいや、危ない危ない危ない。ちょっと2007の詳細お願いします。2007って何だっけな。松屋派。めっちゃ松屋派です。やっざーやっざーざーなんかカード受けてる謎を言うと思う。やざーカード、やっざーやっざーやーざーは決めてくれ、やーざーは。 FC 東京 J2 落ちたのはナビスコの翌年だから2010だね。2010年に落ちました。うん、2010に落ちて 11J2 に戻ってきたやつです。そうです、フロンターレに優勝して翌年に落ちちゃったんだよね。カモン東京カモン東京。あとやっぱアントラーズなど外人なんだっけ、昔のは強かったの、すごい強かったイメージあるな。コーナーキックを無駄にパンチング、違う、もっと昔のなんだっけ、あれすげえフリーキックとか決める人、このジュビロとアントラーズがずっと強かった、あれ誰だっけな、あれブラジル人、マルキーニュスじゃなくて、マルキーニュスって今日本いんのかな。ウォーターコースケ、マルキーニュス東京の攻撃です。7-0です。で違い5-4です。5-4です。セクシーなボール回しです。いやだ、本当もうぶち切れてました正直。佐々木誠さん、あれはいやいや、おっと、そもう一個後ぐらい、あのもうチャンピオンシップを本当ジュビロとアントラーズでずっと争ってた頃、ジュビロに奥とか七海、高原、中山とかあれぐらいいた時のアントラーズの会社誰だっけな、やべ、ここで動きますか、誰と答えるのか。オータクオロレ止めてゆけ、お前のテレ止めてゆけ、天皇優勝してコロもいましたよ、ゴール裏に。お前やりえて喜ぶものに、お前のゴール終わらせるな、テレレレでん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 、その船自ら、いやそれ難しいぞ、の今素晴らしいパスじゃないの、中出して中出して、やれぬちにょ、どうだ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 。戸田選手も懐かしいですね、もう本当にもう裏へ抜け出したスピードすごいんだけど、
もう本当に最初に宇宙開発がどうしても多かったんです。コロンは今年27歳の現在26歳です。よろしくお願いします。カモン東京、カモン東京、カバーマギヌ、マギヌもやばかったですね。あれプラーター54の時はマギヌもいたし、もう一人いたな、なんかあ、そうだ、フランシス・マールだ。あれおチョッペは本当にやばかった。1ゴールしかしてない、確かリーグ戦で。チョッペは本当にやばいよ、本当に。あ、ワールドカップに2010、あれ2011に来たのか。あれワンチョペが活躍したの2006か2007に、あ、そうか、2007にワンチョペ来たのか。あ、ワンチョペがいたシリーズか2007。だから、いいや、カモ東京、カモ東京、カモ。これはちょっと、このは、新入です。オレ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 。おれおれおれ。とどままさんの誕生日まで13、東京、絶対勝つ、2対1で勝つ、この気持ち止まらない、サンドロー、サンドロー、青ニール懐かしいですね。アーマーラオ、アーマーラオ、アーマーラオ、オータクをトゥルトゥル、ドゥンがなった、無事れですよ、これ、本当に。あー、これセリに行かなかった。俺たちは首都東京を、世界が待っている。ベンチに動きがあります。2013年の天皇杯もあれ、あれ PK のやつかな、確か。今こそ勝利目指し、この歌を捧げよう、俺たちは首都東京を。もうサイドよ、ワイド展開しない、いけ、違う、まずパス行きいらないよ、こう縦出して、縦、そう、パスが華麗に繋がります。いや、ちょっと今こっち出そうよ。おー、女よりも仕事よりも絶対東京です。仕事よりも東卓を守り抜け、お前の手で守り抜け、お前が泣いて喜ぶものにお前のゴールはラッセルだ。セレッソ、武藤よしのり、武藤よしのり、マギヌ出す、なんか こんな感じだったよ。選手を変えるようです。カニか、カニか。武藤、武藤、ここは注目ですね。コロン、東京に欲しい選手は、お前選手が来たらちょっと良さそうだ。まだやっぱ今で言うと誰だろうな、ボランチ奈良選手とか持ってきてくれたら嬉しいですね。カモ東京、カモ東京、いいね。あー、ダメか、まずいパスだ今。とことん、とことん、ルカ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 ル。あと、ナオが覚醒したシーズンも良かったですね。2009年ですね。ヴィッセル戦のゴールだと、エスパルス戦のゴールあるのすごかったな。鹿島に来たカルロンという外人が良かったですという意見も、松原さんが出てます。カルロン確かにいたな。ダーキャー、ダーキャー。あと、ダニーロー。コロン大好き。ダニーロー。ダニーロ、リッチェリー、リッチェリー、リッチェリー、エッド、エッド、リッチェリー。あと、サッサが大好きだったんですよ、コロンは。サッサー、サッサー、サッサー、サッサー。素晴らしいタックルです。そうか、エドゥ、それ記事になってましたね。エドゥがちょっとマッシモと合わなかったというのを記事見ました、コロンも。まずいまずい、これちょっと、いやー、ひどいわ。57さあ、サルセード、ガンバガンバ大阪ガンバ、ガンバのクループに、それ知らないですね、誰のクループに。いや、ちょっと捉え方まずいって。エンボマ、俺たちはサンドロ、知ってます。あと、コアロンスケータージャーンですね、ジャーン、ルーズボールになっています。じゃーん、いいんじゃない、東京が攻める。な、これなんか、いや、なんか入れなかった。ジルーに代理に中国いる、本当にルーに中国行っちゃうの。森重、確か森重ボランチ、ちょっと見てみたいですね。俺たちは首都東京を、世界が待っている、
今こそ勝利目指し。ボランでもともとユースとかの時ボランチやったからね。大分の時どっちやったの？大分のセンターバックじゃん多分。もう、ゆきひこ、コロン大好きなんですよ。コロンが一番最初好きになったのはゆきひこ、その後石川直ですから。ゆきひこ、ゆきひこ、ゆきひこ、俺たちの、ゆきひこ、ゆきひこ、1点1点取るよ、本当に。使用展開になってるから、これ。19分消えて、90分消えろ、コロン。おー、コカロン越え。マーシャ、もう頑張ってって粘ろうよ、そこ。そうか、クラブワールドカップ LD 出たまで。取る取る取る。チェックチェック。これもチェック。OK。ラストチャンスだ、これ。抜けないと、これ。きついきついきつい。OK。いや、早いんじゃないの、クロスショット。こうなる、こうなる、こうなる。まあ、早く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 。そう、マリノスのユキヒコ、そう、ちょうど、ナオと入れ替わりみたいになっちゃったんですよね。ユキヒコ。テベスが中国クラブ対談の可能性。持ち逃げか、これ、こっちの方。東京、カブラギ、カブラギ、東京、バンズク、カブラギ、懐かしい。カブラギのちゃんとどんなんだったっけな。カブゴ、あれ、カブ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 、あ、ちょっとカブラギのちゃんと覚えてる人お願いします。アサリ、アサリ。たぶん、もう、絶対これ出して。いやー、後半を見出してよ。おー、東敬語。潮展開です。俺たちのノリを、左で。テベスは解約金7億自腹で払ってでも退団と2ヶ月間やっぱりそうだ東京のスーパーカブゴールそうだテレレレレカブラギガンドル今年からメリークリスマス東京ガスティスネリディさん東京ガスティスカミントゥダーあ、そう、核技術選手いましたね。テベスは一体中国に何しに来たね。ララララ。でも結局7億円払うってことはでも、マイナスになるってことだね。入団金移籍金の方がプラスなのか。ララ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 テベスのチームだってそもそも ACL も出れないですよね。ララララララ。フロンタールのちゃんと結構好きですよ。レッツゴーレッツゴーまず一つ目。レッツゴーレッツゴーおー、中村、健吾、中村、長谷川達也、おー、これ三つ目ですね。四つ目は、おー、小林優、ララ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 、ゲットゴール、小林優、続いて五つ目は、テーセー、ゲットゴール、で、俺たちの、で、六つ目、俺たちの、フロンターレ、川崎、フロンターレ、待って、おー、川崎、おー、で、まあ、8個です、8個。8個してます。フロンターレちゃんと結構好きなんで。Let's go, let's go. 川崎のタラ、東京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 、お、お、小林。いや、ごめんなさい、マリノスのちゃんとがマジで、マリノス、マリノス。あとなんかトリコロールが好きちゃら、あれもちょっと覚えたいと思います。もっと覚えていきます。あともう渡辺一馬のマリノス時代のちゃんとしかわからないです。おおー、カズマゴール。おー、カズマゴール、ゴール。村井チェアマン、今年は J リーグ盛り上げてください。お願いいたします。ダゾン。おー、カズマゴール。おー、カズマ。デルピエロもありましたね。シャビ獲得かって FC 東京の飛ばしありました。ネドベドもありましたね。懐かしい。飛ばない奴はサガンとす。飛ばない奴はサガン。いや、食はいただきません。ちょっとお腹太っちゃうんで。おー、セレッソ、セレッソ、バムセレッソ、おい、おい、とことん。トスがブッフォンに声かけて即拒否がありましたね。いやー、でもトス本当まさか権田選手行くと思ってませんでしたんで、もう対戦が楽しみです。どんな試合になるのか、楽しみです。いやー、それでは間もなく、てっぺんの方も近づいてまいりました。そして、トトママさんの誕生日も近づいてきております。さあ、いよいよ明日はですね、J リーグ開幕戦前夜と
ということで、皆さん試合見に行かれます。FC 東京のサポーター以外の方もいらっしゃ、FC 東京以外のサポーターの方もいらっしゃると思うんですけれども、開幕戦は現地に行かれるんでしょうか、それともダゾン観戦でしょうか。それぞれの J リーグ、いよいよあさって開幕です。楽しみです。いや、今夜はこの後、終電の方で、コハロンハウスの方に帰宅させていただきます。皆さん、鹿島スタジアム行く方、鹿島スタジアムお会いしましょう。あれ、クラシコもチケット発売してるらしいです。これ早急に確保します。デレデデ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 デ12時になりましたら、トトママさん、皆さんでお会いしましょうね。トトママさんの誕生日をお祝いしてお別れとさせていただければと思います。さあ、コアロン2試合目の方はちょっといいところがありませんでした。シュートがなんと1本、これは非常に厳しい。カモン東京、カモン東京、カモン。あ、新聞屋からもらった、羨ましいですね。確か朝日新聞とかたまにチケットプレゼントやってますね。眠らない街を歌おう、テストクラシカでぜひお会いしましょう。セレッソ、そう、セレッソ、ジュビロ、ジュビロも今年注目ですね。川端選手フォワード入ってますし、やっぱ何よりも中村俊輔が、あのジュビロ、もうマリノス以外にユニフォームを着るっていうのはちょっと斬新ですけれども、開幕戦楽しみだ。もうあのコアロン東京、コアロンの土曜日の理想としては、まず、まあ、行きます、鹿島スタジアム もちろん行きます。でこう決起集会とかぜひやってほしいですね。でも試合前、新しいちゃんと僕で盛り上がります。で試合勝ちます、で帰ります。そして録画していた NHK の試合をこう、まあ、お酒をちょっと飲みながら NHK の録画した勝った試合を見ます。そして J リーグタイムを見る、もうこれがもう土曜日の最高の流れです。ぜひそれ実現させてほしい。絶対勝ってくれ。東京東京東京、明日の都立一般受験生頑張ってください。まだまだ受験生、受験も戦い続けてらっしゃる方いっぱいいらっしゃるかと思うんですけれども、自分を信じていれば勝利はついていきます。自分を信じていれば勝利。美和さん、え、本当ですか。高田の馬場に通われるんですか。おめでとうございます。コアロン東京楽しいと、いや、大久保選手のちゃんとはもうコアロンがある、ちょっと遊びというか、もうちょっとこういうのあたりになって作っただけです。よしとよしとよしと、パーフェクトヒューマンと、あと東京です。よしと大久保よしとの、まもなくトトママさんの誕生日が迫ってまいりました。お、12時ですか。12時になった。トトママさん誕生日おめでとうございます。皆さん、トトママさんの誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーロン、ハッピーバースデートゥーロン、ハッピーバースデーディアトトママ、ハッピーバースデートゥーユー、トトママさん誕生日おめでとうございます。そして皆さん、本日も夜遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の放送、そしてスタジアムでお会いしましょう。 For you、 信じていれば勝利はついてきます。受験生、皆さん頑張ってください。ありがとうございました。バイロン、バイロン、トトママさんおめでとう、良い誕生日を。ありがとうございました。バイロン。